それでは後半のプログラムを進めてまいります。この短時間に皆様からたくさんの質問、意見、感想をお寄せいただきました。ちょっと前の時点ですが60枚いただきました。迷うとき、困ったとき、初心に帰るという言葉よくわかります。地域社会を見たとき、コミュニティのつながりが希薄になっています。超高齢化社会を支えるため、公民館活動はこれからどのようにしていけばより力を発揮できるのか、こういった皆様からのご意見、ご質問をいただいています。そうしたことにこれから少しでもアドバイスになるのではないかと座談会を始めていきたいと思います。それではご登壇くださった皆様方をご紹介いたします。皆様から向かって左側からです。文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官、塩見瑞恵さんです。そして特別講演をしていただきましたジャーナリストの池上彰さんです。東京大学大学院教育学研究科教授、牧野敦史さんです。 NPO 法人教育支援協会会長、吉田博彦さんです。ではこの4人の皆様方を交えてこれから座談会を進めてまいります。で、今日はこれからの未来を見据えたお話を中心にしていけたらと思っています。それではまず、登壇してくださった4人の皆様に一言ずつ自己紹介、簡単な自己紹介と会場の皆様から寄せられた質問やご意見にできる限りお答えしていただけたらと思います。まず塩見さんからお願いします。ありがとうございます。ご紹介いただきました文部科学省の、総合教育政策局社会教育振興総括官を拝命しております塩見と申します。よろしくお願いいたします。自己紹介と申しますか、私今社会教育振興総括官という仕事をさせていただいておりますが、この仕事は実は今年の10月16日付で新しくできたポストでございます。ご承知の方も多いと思いますし、ご質問の中にもいただいておりますが、この10月に文部科学省では組織の再編を行いまして、これまで障害学習政策局という局がございましたが、これを再編しまして総合教育政策局という局になりました。で、この局にした大きな目的というところなんですけれど、障害学習、先ほども池上さんの話の中で障害学習という話出てまいりました。人がですね、生涯にわたって学び続けていくということ、これは我々のおそらく幸福の実現にとっても社会の持続可能な発展のためにも不可欠なことだというふうに思っているんですが、この障害学習の理念というものはこれからもですね、これまで以上に我々としてはしっかりとこれを目標に取り組んでいくということが必要だと思っているんですが、そのためのさまざまな政策を講じていくということを考えました際に、これまで障害学習と言いながらもどうしてもそれがですね、障害学習は実は学校教育から社会教育、それから一人一人が個人で勉強されることも含めて生涯にわたる学びのことを言っているんですけれど、それがどうも社会教育を言い換えたのが障害学習だというふうに勘違いをされて捉えられて誤解されていたり、そのために社会教育と学校教育というものの縦割りがいつまでも埋まらない、本当の意味での障害学習政策というものがなかなか遂行できていないんじゃないかという反省に立ちまして、今回その学校教育、社会教育を総合的に進めることによって障害学習社会を本当に目指していくんだということで、こうした局の名前含めて再編をさせていただいたところであります。その中で社会教育というものがこの大きな総合政策の中の一つの大きな柱になるということを明確にして、それをこれまで以上に引っ張っていくというために、私のこのおります社会教育振興総括官というポストができたところでございまして、非常に大きな使命を負った職だと思っておりまして、非力ですけれども、なんとか皆様
と力を借りながらですね、社会教育の振興に向けて努力していきたいというふうに思っているところでございます。すいません、とりあえず自己紹介としましてはこのくらいさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。池上さん、お願いします。さっきいろいろ話しましたからもうどうこうないんですけど、質問がこういくつか来ているんですが、そのうちの質問一つにお答えしますね。これ埼玉県の公民館の方からですね、原稿25本、講義8講、講演構想、採点、毎日新聞を読んで多忙の中でどう時間を活用しているんですかと。実は新聞は私13紙、購読しております。フリーになってまず真っ先にやったことは郵便受けを改造することでありまして、毎日大量の新聞が入るのでそれが入るように改造したということですね。なんですけど、例えば新聞で言いますと13紙を隅から隅まで読んでたら1日あっても足りないわけですね。さーっと見出しだけを見ていくと今日何があったのかが分かる。そしてそこで何か引っかかりがあったら、あ、ここはどういうことだろうかと言って本を買って、勉強し学ぶ。それによってフローをストックにするって言い方します。毎日テレビや新聞にいろんなニュースが流れていく、これは川の流れのようなフローなんですね。そこで引っかかりがあったらそれを勉強することによってそれがストックになります。一度ストックになっていればその後新聞の見出しを見ても、あの話がこうなっただけだよねっていうことが分かるので丁寧に読まなくてもいい。ストックが溜まっていくことによって新聞を読む時間が短くなっていくということですね。あるいは名古屋の大学で2つ教えてるんですが、名古屋の大学で教えてれば毎週名古屋に行くっていうことは往復の新幹線の中で本が読める、原稿が書けると、あえてこう名古屋に大学に行くことによってその間に資料を読んだり原稿を書けるということをしている。あるいは私は Facebook をやりません、 Twitter もやりません、 LINE もやりません。その時間はすべて原稿を書く構想の時間に充てる。あるいは電車の中で、さあ次の締め切りの原稿は何をしようか、さっきから実は今日の夜の締め切りで何を書いたらいいのかって、さっきこの脇でずっと頭の中で構想していまして、とりあえず書き出しは思いついたのでここから行けばいいなという形でやっているということです。あともう一つのご質問がですね、公民館の在り方について、こう昔ながらのこう考え方をになんとなくそれを排除するような、それに嫌悪感を持つような人がいる中でどうしたらいいのかというご質問でしたけど、これはむしろこう皆さんと全体の中で今後話し合っていけば何かヒントが得られるんじゃないかと思ってこの程度にしておきます。はい、ありがとうございます。牧野さんはいかがでしょう。はい、どうもよろしくお願いいたします。牧野です。すいません、今大学で社会教育障害学習を教えております。で、池上さんのような時間の使い方はとてもできません。私も名古屋に家があって毎週帰っていますけども、新幹線の中はだいたいダミーをもさぶるみたいなですねことになってまして、寝ているんですけれども、よく言えばそこでいろいろあれこれ考えているということになるのかもしれません。で、実は先ほど池上さんの方のですね、挑発的な、講演がありましてですね、で挑発をされたわけですけれども、皆さんが宿題として読んでくださった冊子なんですが、あるいは私と吉田さんが作らせていただいたんですが、いかがだったでしょうか。難しかったんだと思いますけれども、ただあれをですね、まとめさせていただく大きな目的が、今までも公民館とは一体何であるのかといったことをずっと繰り返して議論してきたんですが、もうそろそろやはりその公民館を次の、新しいものにこう組み替えていく、で公民館を使って私たちはどういう社会を作っていったらよいのかといったことを、議論する、そのきっかけの会にできないかということで、今回のこの研究集会があるということなんですね。で新しい取り組みで皆さんに宿題をお出ししたということと、さらに三元中継でですね、ここ入れれば四元中継という形で今日3つの地方からいわゆる、ネット通信を使って、ご参加があるわけですけれども、その中で先ほど池上さんがおっしゃったその民主主義とは一体何であるのか、今各地で民主主義がある意味ではこう後退しているというかですね、またはその壊れてきている、または壊されてきているっていうお話だったと思いますけれども、その時にじゃあその公民館って一体どんな役割ができるのか、
それ私はその冊子を作らせていただく過程であれこれ、まあ、文献等を読ませていただいてですね、さらに各地でいろんな公民館活動に関わらせていただいていく中で、やはりその一番大事なのは一体何かというと、そこに住んでらっしゃる方々がですね、人ごとを自分ごとにしていくことができる想像力を持つことなのではないかというふうに思っています。それが民主主義のやっぱり基本なのではないか、自分だけのことではなくて、例えば自分がこんなことを考えてしまうのは、または問題だと思うのは、実はみんながそう考えているのかもしれない、またはあの人がそういうふうに思っているかもしれないというふうに想像力が働くことによって、じゃあ私たちはこうしたらいいんじゃないかと思えるということですね。でそうしたことはやはりその昔から変わらないんではないか。でそれこそが先ほど その、自由の朝という先ほどの公民館の歌のご紹介がありましたけれども、まあ、戦後 その新しい社会やってくる、でそれまでは、みんなある意味ではこう自由がなかったんだけれども、その自由というのは実は好き勝手していいという自由ではなくて、みんながお互い様、またみんなが想像力を働かせながら自分事として社会のことを思える、そのことによってみんなと一緒になって新しい自由を作っていくことができる、そういうものだったんではないかなと思うんですね。まあ、そういう意味でこの公民館のですね、やはりその大きな役割というのは自由と民主主義なんだけれども、その根底にやはり想像力を媒介にした元にした平等というものがあって、そしてお互いに自分たちの町を、お互いにこの社会を、お互いにこの国をどうするのかといったことを考えることができる場所、でそしてそれを自分の生活の、まあ、地平で、実践することができる、まあ、そういう場所ではないかなというふうに考えています。またこれについてまた後からいろいろ議論をできればと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。では続いて吉田さん、池上さんの話聞きながら反省したのは、私とか牧野さんはやっぱり優しいことを難しく説明しすぎるなというふうに思って、やはり池上さんの能力っていうのは、この優しく説明するあれだけのことをざーっとこう話をしていっても聞きやすいっていうのが能力なんだなと思いながら、ただいくつか宿題いただいたやつを話をしなきゃいけないなと思ってるんですが、先に自己紹介として、プロフィールはパンフレットに書いてございますので、それとしていただいて、通常怪しい民間人と言われております吉田と申します。向こうにいらっしゃる塩見さんなんかとは NPO を作ってすぐぐらいの頃に文科省の方に行って、まだキャピキャピの、課長補佐ぐらいだったんですけどね、今や、統括官になられるっていうですね、やっぱり時代が経ったんだなと思いますが、長い間、まあ、NPO としては一番最初に日本で、教育分野で作られた NPO の代表をしているということもありまして、ずっと社会教育に関わってまいりました。その時に先ほど池上さんが挙げられた、私も実は公民館の歌をですね、一番最初公民館の関わりの時にこれリズム軽やかにですね流れてくるやつ聞きながら、ちょっと正直驚いたんですね。戦後間もなくの日本人ってこういう感覚だったんだ。で公民館っていうのはそのまさに自由の朝に強度を起こすということで、こういう気合で作られたんだなと思った時から公民館に関心を持ってずっとこれまでやってきました。で先ほど言われた中で一番私がこのことは答えとかなきゃいけないなと思ったのが、障害学習っていう考え方と社会教育っていう考え方が、臨教審の時代にこう分離していくというか、なんかこう社会教育がなくなって、当時は社会教育の終焉とか言われてですね、で障害学習とかって言われた誤った考え方が結構あったわけですが、先ほど池上さんも言われたと思いますが、やはり障害学習って定義された時に、私も実はまだ当時は NPO やる前ですごく驚いたというか、それまでは障害教育って言葉があったけども、障害学習っていうのはこれはすごいなと。で理屈も読んだ時に、これからは障害学習の時代だなと思ったけれど、決してその時に社会教育は否定されてたわけじゃないんだけれど、流行りとして日本国中の教育委員会の社会教育課が障害学習課になったっていうことは確かにあるだろうと思うんですが、果たして深い理解のもとで障害学習課っていう言葉になったのかどうかは疑問だと思っていて、ただ言えることは、障害学習という考え方が出てきた時に、個っていう考え方ですね、個人っていうものの焦点を当てたということはすごく大きいことだと思います。当時は教育っていうと国の教育権、親の教育権みたいな議論を盛んにしていた時代でしたし、
そういう中で教育ではなくて学習ということが提起されて、ただその時に一番危険だったなと思うのは社会教育というものの価値みたいなことを理解しないまま障害学習という言葉が入ってきてしまったなという気はします。先ほど池上さんが言われた、社会教育という言葉が障害学習になって、でこのことは今どういうふうな形で社会教育というものに影響を与えているかということからすると、おそらく1970年代ぐらいまで日本の社会というのはまだ共同体がかなりしっかりしていて、子というのが弱かった、その子を強くしなきゃいけないということから障害学習って言葉が出てきたけれども、実は今はやたらに子が強すぎるんですね。で集団とか共同体が極めて弱くなってしまった、こういう時代に社会教育ということをどう定義するかというときに、私はあの文科省の障害学習審議会の、もう何年も前に定義出されましたけれども、個人の要請に基づく社会教育、社会の要請に基づく社会教育という極めて明快な定義があるだろうと思うんですね。この社会の要請に基づくというこの部分が中心になるために、私は実は社会教育というのは行政の極めて大事な事業だろうと思っていて、個人として、いや市民が自分で学ぶという意味では障害学習というのは大事な概念だと思いますけれども、行政としては実はこの社会教育という言葉をちゃんと定着させなきゃいけないというふうには思っています。いずれにしてもここのことを含めて我々の社会の中で社会教育というものの価値というのを、今日まさに池上さんが公民館運動を起こす場所として空間が必要なんだと僕もそう思います。その空間で行われる社会教育とは何なのか、目的は何なのか、民主主義とは何なのかという、ここのところは先ほどご提案いただいた上ではすごく大事な定義だったなと思っております。以上です。ありがとうございます。まあ、あのそのことをテーマに議論するとそれだけで終わってしまうので先に進めてまいりますね。まあ、国の在り方とか経済法律の狭間でその時代その時代公民館の在り方捉え方っていうのが揺れ動いてきました。そういったことはこちらにまとめてありますのでじっくりご覧になってください。で今日は新しい試みとしてインターネット中継をしようと思っています。3箇所と結んでお届けしてまいります。ユニークな地域づくりをしているさまざまな取り組みをご紹介します。で北海道と島根県と沖縄県那覇市を結んでお届けします。まず北海道です。高校生が地域の中でさまざまな取り組みをしています。まあ、地域に出て行って地域の人と一緒になって活動している高校があります。札幌信用高等学校です。でこの札幌信用高校にはテストがないというクラスもあります。そして体験型授業に力を入れているのが特色で、ユニークなカリキュラムを持って学校運営をにしているんですね。で北海道だけではなく東京などからもこの札幌信用高校に行きたいと言って受験生が訪れるそうです。まあ、人気の高校です。で今日は札幌札幌信用高等学校の1年生が集まってくれています。早速呼んでみましょう。高石大道先生。高石先生こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。1年生の皆さんですね。はい、今日は池上さんに質問があるということですね。ではお願いします。はい、池上さん的に本当に公民館は必要なのかっていうのを聞きたいです。本当に公民館は必要なのかということを聞きたい。ちょっとね、じゃあ会場の皆さんに聞いてみますね。公民館は必要だと思う方拍手で答えてください。では公民館は必要ではないかもしれないと思っている方は拍手でお願いします。 2,3 人でした。まあ大多数の人が公民館は必要だっていうことですよ。うん、
ただせっかく私に聞いてくれたので、はい、こういうのはね多分ね多数決で決めることじゃないと思うんだよね。でさらに言うと初心に帰るということは常に公民館運動をやってる人が大勢いるもんだから公民館が必要だってみんな思ってるわけね。公民館にいる人たちに公民館必要ですかって聞けばみんな必要だって答えるに決まってるわけね。そうではなくて公民館をやってても本当にこの仕事は必要なんだろうかっていう自問自答することって結構大事なのね。もう最初から公民館は大事だと思ってるからやってるんだけど本当に必要なのか必要だったら何が求められているのかってことを考えるということが大事なのね。つまり公民館って本当に必要なんですかっていうのがいい質問ですね。はい、でなぜ公民館って必要なのかなって思ったんですか。公民館というところはどんな場所なのかっていうのを聞いたんですけれども、私たちが考えたのはまずどういう活動をしているのかっていうのを聞いたときに何かとピンとくるものがあまりなくて、その若者、私たちの年代でいうとその公民館に行くっていう機会が全くなくて、でそういうふうなそのいろんな世代をつなぐっていう、その人づくり、地域づくりっていう意味で結ぶっていうふうなことをしてるって聞いて、もうその高校生たちにはその公民館っていう存在が当たり前では全然ないし、むしろ何それっていう人の方が多いと思って、でそういうのを考えた時に公民館道を満たしてるのかなって私が考えて、でそういうのを考えた時にあれこれはなくてもいいんじゃないか、自分たちの信用高校でもできるんじゃないかって思ってこういう質問しました。はい、あと札幌信用高校の皆さんは地域づくりに積極的に関わってくださっているので、後ほどどんな活動をしているか具体的にお話をいただきます。また後ほどお願いします。どうもありがとうございます。はい、続いては、島根県の益田市教育委員会社会教育課の課長でいらっしゃいます大畑信之さんにお話を伺います。この島根県の益田市というのは2040年を視野に入れたまちづくりをしていまして、語り場、語りっていうのはカタカナで書きます。場は場所の場という字を書きます。生き抜く力を子ども若者へという理念に基づいて活動している語り場、この活動を通して若い世代と、お年寄りをつなげる、そういう公民館活動をしているところです。では大畑さん、こんにちは。今日はそちらはどこにいらっしゃるんですか。私たちの町の真ん中にある、市民学習センターという館に、公民館のみんなといます。はい、どんな方たちが集まってくださってるんでしょうか。はい、主にですね、公民館の、公民館主事で、今日は女性がたくさんいます。それからマスター以外から、マスターに来たアイターンの方がたくさん職員ですよ。ちょっと手を挙げてみます。アイターンの方手を挙げて結構公民館の主事が、いろんなところが来た方がなってます。マスターでは以前、子どもたちに益田市に魅力的な大人はいますかっていう質問をしたときに、いないという答えが子どもたちから返ってきて衝撃を受けた。そしてこの語り場事業に着手したところ、子どもとお年寄りが語り合うことによって益田には魅力的な大人がたくさんいるっていう答えてくれたお子さんがいたそうですけれども、そのあたりはいかがですか。その後、はい、結構、5万人田舎町なのでもっともっと挨拶する子がたくさんいます。でも実際問題、気軽に話せる大人がいないと感じたりとか、魅力的な大人がいないんだ、そんなにいないという子どもたちの事実として衝撃を受けました。で、語り場という手法を使って、お年寄りだけじゃなくて若者を含めて大人と子どもたちがしっかりと
っくり一対一で対話をするっていうことをいっぱい重ねてきています。そうするとその出会いによって地域の中で新たな活動、公民館の方、仲介となって新たな活動が生まれて、どん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 大人と子どもがお互いのことを知り合って、子どもたちと結果的に魅力的な大人がとってもたくさんいるんだっていうことを知って答えてくれるようになりました。結局それは公民館が人と人とをこう結びつける、そういった役割を果たしているということですか？そうですね、公民館が地域の中でぜひ子どもたちに出会わせたいっていう大人をしっかり選んでくれて、今年は中学生にその高校の公民館の主婦さんたちが出会わせたい大人を選んでくれてですね、しっかりと出会う場を学校の中で作ることができました。はい、ではまた後ほど具体的な取り組みについてお話しください。ありがとうございます。今画面に大畑さんのニコッという顔が映りましたよね。これとっても大事なことで、顔と顔を合わせたコミュニケーションではやっぱり表情が一番力を持っています。だから笑顔で登場するということも大事な表現力です。もう一箇所は沖縄県那覇市、若狭公民館、ここの館長宮城さんにお話を伺おうと思います。那覇市は人口が32万人、これに対して公民館が7館しかありません。で、市の都市計画マスタープランによりますと、市街地を9つに分けているんですが、その9つに1つずつ公民館があればいいのですが、7つしかないということで、公民館がない地域が、できてしまったそうなんですね。そこで考え出したのがパーラー公民館だそうです。では早速館長の宮城淳さんを呼んでみましょう。宮城さん。はい、こんにちは。こんにちは。はい、パーラー公民館ですね。はい、そうです、パーラー公民館にいます。はい、今どちらにいらっしゃるんですか？那覇市あけぼのにある、あけぼの公園というところにいます。あけぼの小学校のあるあけぼの公園。そうですね、はい、小学校のすぐ近くにある公園です。その地域には公民館がないということで、パーラー公民館を考えたわけですね。そうですね、地域の方々から公民館が欲しいという声がよく聞こえてきまして、とはいえ行政が公民館設置するのというなかなかこの財政状況で考えると難しいと。であれば公民館の機能を実現できるような当地仕掛けができないかなというふうに、このように黒板のテーブルとカラセルを立ててパラ公民館という活動を始めています。黒板とテーブルとパラソルでパーラー公民館。はい、そうです。パーラー公民館でどんなことをするんですか？パーラー公民館、基本的にですね、一番大事にしているのは何もしないっていうことなんですけど何もしない？何もしないと何も生まれないので、月に1回程度ワークショップだったり、何か体験するというような地域の面白さを知ることであったり、他世代の交流ができるような仕掛け、イベントごとを設けています。でそれ以外の日は基本的に何もしない。何もしないとですね、何もしない中でも事業に関するインプットがあるので、それぞれ思ったこととか発言が生まれてきて、あの人がこんなことできるよとか、こんなことがあったら面白いなっていうような意見が出てくるので、それを紡いで形にしていくっていうようなお手伝いをしています。那覇市全体で見ても自治体の加入率がかなり低いと聞いてますが。そうですね、今年度の調査だと那覇市全体でいうとですね、自治会町内会の加入率っていうのが 16% 台まで上がりました。なのでかなりほとんどの人がそういう知恵のコミュニティに属していないという状況です。だんだんとそうしますと人のつながりができてきたわけですね。そうですね、そういうところの中で、じゃあ人がつながって何かこう生活を、より豊かにできるために少しでもアクションが起きせないかなということでこの取り組みをしています。はい、
では具体的にどんな活動をしているのか、また後ほど今度はじっくり聞かせてください、はい、ありがとうございます、はい、はい、よろしくお願いします。いかがですか？何もしないでもパーラー公民館、なんか面白いですよね。多分会場の方、お気づきの方も多いかもしれないけど、これって通常こう中継とかやるとやたらお金がかかるのが従来でしたけども、これスカイプ使ってるのでただなんですよね。で皆さんからすると音を聞きづらいとか、映像がもうちょっと鮮明とかって言うけど、いや実はお金かけなくてもこれぐらいはできるっていう、僕はねそれからするとよくできてるなっていうふうに見ていて、でこれぐらいのことでこうかなり遠くの人の話が聞けるという時代になったんだなということの実感と、さっき高校生出てましたね、この時間ですからね、まだ授業中なんですよね。でも学校の授業の一環として交友会に参加するみたいな教育の考え方を取る学校が出てきているという、まあ、ぜひその辺ね気がついていただくと、今のパーラー公民館もそうだけども考え方一つだなと、でやり方によってはできるんだなということが、僕はね今日これ見ながら提案した側としてどれぐらいでいけるのかなと思ったけども、もうこれぐらいだったら、まあ、かなりいけるんじゃないかなというふうに見て、結構ちょっと、ほっとしたという感じがしております。まあ、確かにちょっと音声が声が聞きづらいというところはあったかもしれませんが、まあ、こうした現在のインターネットを利用すれば公民館の大会のあり方などもこれから遠隔地とも会話を話し合いをすることが持てることができるようになるのではないかと思います。でもちろん全く無料でやっているわけではありませんで、それなりのスタッフをと手間をかけてやっております。ただただもう放送局の番組に比べれば本当に手軽にこうした、現地と中継で結ぶっていうことができるようになったなということを感じています。さあそれでは最近公民館が変わってきたなって何か感じることがありましたらお話をいただきたいのですが、いい意味でも悪い意味でも公民館が変わってきたなって感じるところがあったらお話しください。塩見さんいかがですか？最近変わったなっていうことの前にというか、はい、ちょっとこれまでのお話踏まえて思うところ、それからさっきの高校生 の、はい、お方が、公民館ってなんで必要なんですかっていう、もう本当に本質的な質問があったと思います。このことをすごく考え続けることだけでも意味があるんじゃないかと思うぐらいの話だと思うんですけれど、このことは多分私思うのは、さっき池上さんからの話にもあった社会教育と障害学習の話がありましたけれど、もうすでにいろいろ話出てますが、社会教育って何のためにあるのかっていうことを考えることと多分同じ意味を持っているんじゃないかなというふうに思っています。で私なりに今社会教育どうして必要なのかっていうことについて思うのはですね、やっぱり先ほどの池上さんの民主主義とのお話にもありましたけれど、まあ、障害学習ってことにもなりますが、人はやっぱり生きていく上で子どもの時若い時学ぶだけではなくて、人生ずっとその学び続けていく、学び続ける市民になっていくっていうことがやっぱり私たちのこの社会を維持していくためにとても大事なんだろうというふうに思います。でそうやってその学び続ける、人がずっと生涯を通じて少しでも賢くなろう、自分を高めようとすることを、まあ、支えるのが公民館の役割だと思いますし、その際とても大事なのは多分自分だけの世界ではなくて、いろんな世代の人たちと、交流して、いろんな世代の人たちの考えであるとか置かれている状況であるとか、そういうことを知ることによって考えを深めていく。おそらく高校生の皆さんにとってはなかなか公民館って確かに遠い場所という気がすると思いますし、日常生活の中であまり接することがないかもしれないんですが、人生のおそらくいろんなステージへ巡っていく中で地域に関わったり、いろいろなことを勉強したいと思ったりということをしたときに大事な場所だということをやがて気づいていくかもしれない。またそこで実際公民館で活動されている人たちと接することで、そのことにいろいろ気づくところもあるかもしれない。そんなことを思ったりしています。そういう本当に民主主義と同じで、人間誰も完璧ではないわけで、やっぱり、ま、自分は間違っているかもしれないけれど、もっと良くなりたいということを考え続けながら
ながら歩んでいける人を育てる上で社会教育公民館は大事だと思いますし、それからもう一点だけ申し上げますと、さっきも子という話と、それからもっと連帯してお仲間とかそういうことを考えていくということの話ありましたけれど、これだけ社会がどんどん変わっていく中で、やはりその相互の人間関係とかつながりというものがどんどん弱まってきています。でその中でですね、やっぱり今国連でも SDGs っていう考え方が取られていて、誰一人取り残さない社会をみんなの力で作っていかなきゃいけないんじゃないか、これからの社会っていうのはお任せ民主主義ではありませんが、誰かに任せてやってもらえるということではなくて、自分たち一人一人が関わって作り上げていく、そういうことをまさに行政的にもそれが要請されている時代ですし、あるいは成熟社会の中で人間としての本当の幸せとか生きがいということを考えた際にも、そういう形で地域に関わっていくということが大事になっているというふうに思います。で今貧困問題でありますとか、さまざま社会的孤立の問題ですとか、いろいろな問題が地域の中にある中で、それに一人一人がどう関わって、一人一人の力は小さいかもしれませんが、なんとか自分もそれに関わって少しでもいいものにしていこうというふうに関わっていく、それを一人ではなくて仲間と一緒につなげて考えていく、その中で人間関係ができて、またさらに新しい取り組みをしていこうという基盤ができていく、そういう意味でもいろんな人が顔を合わせて学ぶっていうことを通じてですね、これを媒介にしてつながって、またどんどん自分も成長していくことのできる公民館っていうのは、もっともっとできることがあるはずだと思いますし、期待されなきゃいけないところだというふうに思っています。それでそういう観点で見たときにですね、公民館最近変わったなと感じるところ、良いところも悪いところもということなんですが、そういう意味でですね、地域のいろんな課題に積極的に乗り出して、公民館っていうとどうしても一般の方からはお勉強するところというふうに見られがちですけれど、その殻を破って、例えば福祉の面であったり、あるいは防災の面であったり、本当に地域の切実な課題に向き合って、住民の皆さんと一緒に変えていこうじゃないか、作っていこうじゃないかということを取り組んでいらっしゃる公民館、本当に増えてきたなというふうに感じておりますし、一方でですね、そういう切実な課題を見つけるというところから、ぜひ公民館の新しい活動の視点を開いていただけたらということを強く思っています。なので、ただ一方でなかなかどうしてもその旧来のイメージの公民館というところがあるのも事実だと思いますし、その背景には予算の問題であったり人的な問題であったりといういろんな課題があるということは承知しております。ただやはり公民館がこれからの新しい地域を作る先頭に立って引っ張っていくんだという気概があってこその公民館だと思いますので、ぜひ本日のこうした大会の場も活用しながらですね、いろんないい事例というものを我々も集めたいと思っておりますし、皆様からも出していただいて、いい事例をぜひ横展開して、もっともっと公民館やるじゃないかと思ってもらえるような形で進めていけたらというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございます。力強いメッセージをいただいたと思いました。今日ここに集まった皆様方も一人一人がまた一人一人とつながっていくっていうことが線から面になって大きな力になっていくと思います。私もいろんな公民館をお邪魔することありますが、暗い雰囲気の公民館っていうのはなんか一歩足を踏み入れた時に目と目が合わない、こんにちはって言わない公民館っていうのはやっぱりちょっと入りづらいし勢いがないなっていうふうに思います。そういうやはり気軽に立ち寄れるようなお茶の間的な、まず公民館の雰囲気を作るっていうことも大事ですよね。そこから人と人との関わりが温かい関係が始まるのではないかなと思います。そういう意味で随分公民館も変わってきたなと私は実は思います。一歩入ると職員の顔写真とそれから名前が貼ってある公民館も増えてきました。名前と顔を覚えるっていうことがまず第一歩だなと思います。池上さんは公民館で講演なさることはあるかもしれませんが、あまり公民館を利用することっていうのは家の近くに公民館がないもんですから、はい、ただ公民館でいろんな人たちが集まっているのでそこへ来て話をしてくださいというのは過去には何回かやったことがありますよね。でただ最近例えば公民館に行くとですね、これもちょっと挑発的な言い方をするんですが、
いわゆる何ていうかな、地域の文化センター、カルチャーセンターのようなね、ここだと安くこうカルチャーセンターってこうちょっと遠かったりお金がかかったりするけど、カルチャーセンターの代わりになっているんじゃないかという感じが若干あって、いやいやそれでいいのかそれでいけないのか、カルチャーセンターでいいじゃないかなのか、いやいやもうちょっと他のことが求められるのか、その辺のことをちょっと聞きたいなと。非常に挑発的な物言いをいたしますが、はい、まあ、カルチャーセンター化している公民館について牧野さんいかがですか。はい、どうもありがとうございます。いや今まさにそれを申し上げようかと思っていたんですが、ちょっと思考の枠組みをずらします。難しい話をします。すみません。許します。はい、お願いします。簡単に言いますと、依存なのか、自立なのか、またはサービスなのか自治なのかっていうことだと思うんですね。で実はこれ公民館を回って、私も随分公民館最近変わってきたなというふうによく思うんですけれども、実はですね、一時期いわゆる都市型公民館というのが花形であった時期がありましたよね。都市の、まあ、住民の方々にさまざまな講座を提供をして、でそこでさまざまないわゆる文化教養の、まあ活動が組織をされてですね、でそして、サークルができていてですね、どうしても住民の方々が学んでいくということを、支援するための、施設、さらには活動または実践がありました。で、それのメッカであったところがあるわけですけども、ついこの間そこに呼ばれて行ったんですね。そうしましたら、どんな議論になったかといいますと、私がちょっと勉強会やりたいからと言って最初話をしていたんですが、ちょっとここでとてもご紹介できないような言葉で罵倒をされたんですね。でどういうことかと言いますと、お前が言っていることはですね、そんなものは公民館には必要ないのだと、簡単に言えば今まで通り講座を提供していれば良いのだということなんですね。で、なぜそんなことを言うかって聞きましたら、税金を払ってるんだ、で我々はその税金を払ってる納税者であると、だから公共施設である公民館は我々が要求している講座を提供してさえいれば良いのだというような声の大きい方々がいらっしゃって、で私が街づくりの話をしてたんですが、そんなものはその関係ないのだという話になったんですね。で実はそれはですね、ちょっとご記憶にある方いらっしゃるかもしれませんが、公民館3階建て論というのが昔あったんですね。1階は何かというと、いわゆる孤独な都市の住民がですね、フラッと立ち寄って、交流できる、で自分もやっぱりこの街に住んでいるんだというふうに思えるような場所としてまずあるという、自由に出入りができる場所である。で2階は何かというと、そういう方々が自分たちの例えばグループやサークルを作って、自分たちで自由なその学習活動ができる場所として2階があると。で3階は何かというと、もう少し高度なですね、文化教養の講座を提供して、世界のことや今日池上さんがお話をされたような世界の民主主義の話ですとか、社会問題ですとか、さまざまなことを勉強していくという場所としてあるんだということなんですね。そしてそれが1階2階3階と積み上がっている場所が実は公民館なのだというふうに言われた時期がある。これが都市型公民館の一つのあり方なんですけれども、今や公民館3階だけ論になってしまっている感じがするんですね。でこれで良いのかということがまずある。でそこに先ほど そのお任せ民主主義って池上さんおっしゃいましたけれども、サービスを提供せよという議論になる。でこれはある意味新自由主義的な発想もあるんだろうと思うんですけども、ちょっと言い方申し訳ないんです、悪い言い方をしますが、おねだり民主主義みたいなですね、我々が主権者なんだから金払ってるんだからよこせよというみたいな、そういう議論になっていくところがあるんではないか。でその結果何が起こるかというと、実はその地域が誇っていたはずのサークル活動ですとか、またコミュニティ形成が実はバラバラになっていってしまってるんですね。でそれで悩まれて、実は館長さんたちがご相談に来られて、話をしてくれて言っていったら、罵倒されたということになるんですけれども、そういうことが起こってしまっている。でこれが一つの現実だと思います。ただもう一面で、実は私が各地を回っていて思う、すごいなと思いますのはですね、新しいさまざまな活動がやっぱり生まれてるんですね。で特にその少子高齢人口減少ということの中で、やっぱり自分の地元を何とかしなきゃいけない、で、高齢の方々はですね、やっぱり自分たちのこの、保ってきたこのコミュニティ社会をですね、ちゃんと次の世代にこう引き継いでもらいたいと強く願ってらっしゃる。
ただそこがどうしていいかわからないという形の中で、実は公民館なんかを使いながら多世代の交流をまあこう促していくことによって、ちゃんと子どもたちに自分たちがやってきたことを引き継いでもらいたいというような活動があちこちで生まれているということは確かなと思うんですね。それからもう一つは、これも後からだいぶ議論になると思いますけど、もう一つはですね、実はパーラー公民館みたいに公民館に呼び込むんではなくって、公民館が出ていくような形でこうアウトリーチをしていくという活動が結構出てきているんですね。ですから今までは公民館って館があって人を呼び込んでいたはずなんですが、いやそうじゃないんですよと、機能をもっと出していって、ちょっとね、パラ公民館もそうですよね、ビーチパラソルがあって机があってですね、椅子があって、ちょっとそこに飲み物も持っていて、みんなでお茶でも飲みながら話をしましょうよと言って、実は何もしないでお茶で飲んでるだけで、実はそこが一つのこう、まあ、交流の場になっていく。その中でお互いにこう気心が知り合ってくると、いや実はねとか、うちのおじいちゃんがねとかって話が出てきて、いやそれは大変だからみんなで助けましょうよって感じが出てくる。そうしたものがベースになって、実は例えば認知症のまあお互いにまあ面倒見合いましょうという認知症カフェが出来上がったりですとか、またうちで介護していらっしゃる方が大変だからというので、そのケアをしている方、まあケアラーズカフェっていうのができたりする地域がたくさんあるんですね。そういう形で実は住民がそこを場所を使いこなすことによって、公民館の機能がどん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 展開していくっていう面が一面出てきていると思います。それからもう一つはですね、これ小崎の高校生もそうなんですけども、公民館って皆さん、その公民館って言葉ってどうですか？私と同年代の方々と話をするとですね、古臭いとかってすぐ言うんですね。もうそんな公民館なんてやめようよって言うんですけども、実は今若い子たちはですね、かっこいいって言うんですよ。で、社会教育もかっこいいって言われるんですね。学校教育じゃなくて社会の教育でかっこいいんじゃないか。で、しかも最近ですと、その公民館をですね、CO、民間と書いて公民館と読ませるような実践が出始めている。これ民間の教育事業者とか、まちづくりの事業者がやってるんですが、でもその発想のもとは何かと言いますと、実は、これがんのですね、終末期の医療をやってる方々が、もう病院の中だけでそのがん患者の終末期を迎えさせることはですね、国でもうダメだというふうに考え始める。で、それでやっぱり社会で自分の居場所をちゃんと作っていって、自分の終末期をちゃんとみんなが見てくれてるんだという環境を作らないと、実は本人救われないんだと考え始めたんで、これ医者なんですね。で、その方々がいろいろ調べていたら、いや公民館があるじゃないかってことになって、だけど今の公民館ってなんとなくさっき、ね、丸間さんおっしゃったみたいに、なんか暗い感じがするし、顔見ても挨拶もしてくれないしみたいな感じになってるので、いやだったら自分たちで明るい公民館を作ろうよというので、それでその CO、 ローマ字なんで CO 民館と書く公民館というのをやり始めたんですね。で、そこは実は公民館グッズがもうちゃんとあってですね、とてもいい感じで綺麗な明るい感じの公民館を、例えばじゃあ自分の部屋が一部屋空いてるから使っていいよと言って、そこを公民館としてじゃあ週に1日使いましょうですとかですね、また空き家があるからここは公民館として使いましょうとかです、いろんな発想の中で人が集まる場所を作っていくといったことをされ始めてるんですね。その意味でやはりその公民館といったものがこう新しい社会のいろんな人間関係をこう紡ぎ直していく、こう一つのこうハブになっていくというかですね、そういうようなことになってる。それこそが実は自立なのではないかというふうに思うんですね。お任せ民主主義もまたおねだり民主主義も実は依存もしてるんではないか。依存をしてしまうと実はクレームしか言わなくなってくるわけですよね。こうしてくれと言ったのにやってくれないじゃないか、俺がこう言ってるんだからやれよって話しか出てこないんですけども、じゃあみんなで何かこれやりましょうよ、一緒にやりましょうよ。で、本来自治っていうのはそういうものではないかっていうことで、それこそが実は自立ということですし、もう例えば自立って何かっていうと、実は孤立をすることではなくて頼れる関係を作ることが自立だったはずなんですね。それがいつからかなんか自立って孤立することみたいになってしまっていて、お互いがこういがみ合う関係になってしまっている。で、そういうことなんだよね。そこにやっぱり新しい人々がそこで新しい場所を作り始めているのが公民館なのだっていうふうに自ら言い始めている。そこにじゃあ従来の公民館はどう対応していくのかといったことがやはり今問われているんではないかというふうに思います。それからちょっと長くなりますけど、最後一つだけ、先ほどの 高校生の話もありましたが、で先ほど池上さんの方からですね、初心に帰るって話がありましたが、公民館は民主主義の訓練場であるとともにですね、実は次世代を育成する場所としても考えられていたんです。皆さんに私をしてあるその冊子の中にですね、公民館図説 の絵が入っているはずなんですが、
その1ページの真ん中に入っている絵、これ私が好きな絵なんですが、村の茶の間ですと書いてあるんですね。で、いろりを囲んでおじいちゃんおばあちゃん、それから子供世代、その子供世代からいがくり頭の孫世代、さらに若奥さんが赤ちゃんにおっぱいを飲ませているところまで書き込まれてあるんですね。でそれで実は何事もない感じでそこに集まってお互いいろんな話をしていきながら、ちゃんと次の世代を育成していく場所なんですよと書いてあるんですね。やはりそういうものとしてやっぱり公民館というのは構想されているはずなのだ。でそうであれば私たちは今これをこの社会をちゃんとつなげていくためにどういう形で若い子たちにアプローチをしていったらよいのか、じゃあ単に待ってるだけでいいのかというと、いやそうじゃないだろうと。でそういうところに先ほどの信用高校の子たちが公民館いらないんじゃないですかっていう話とですね関わってくるんだろうと思うんですね。でそのあたりは少しまた後から議論できればと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、しようしなきゃいけないことが山ほど出てくるんですけど、簡単に3つほど。1つは先ほど住民がねサービス金払ってるんだからこういう公民館なんかでサービスのが当たり前じゃないかというこの感覚はね、おそらくどっかからね生まれてきたんでしょうね。地方自治体が若手のなんかわけのわかんない市長が出てきてすぐやるかみたいなの作って、でサービスするのが自治体の仕事みたいな感覚になってしまったという時に、極めて危険な社会になったのは、税金払ってるんだからサービスを起こせみたいな、違うだろうと。地方自治体ってのは NPO で自分たちで作って自分たちで維持してやっていく、これが基本的な民主主義における地方自治なわけですよね。ところがそれがなんかこうサービス提供するところだっていうムードを撒き散らして、でサービスたくさん提供する政治家が一番いいみたいな感じにしちゃったことが、おそらくこの依存型っていうか、どんどんこう任せるみたいな形になっていって、日本の民主主義というのはこう弱くなっていったという部分があるだろうと思うんですね。その延長線上に、公民館みたいなことが考えられていったのは、実はねおそらく都市型公民館の方に強くある。昔は都市型公民館ってのは進んでて、農村型公民館っていうのは遅れてるみたいな社会的な感覚がありましたけども、今どっちかというと一番頼りになるのがこの農村型公民館で、都市型公民館はもうどうでもいいような住民が勝手にやってるみたいなところが増えてきたということは事実だと思いますね。で先ほどの公民館が変わったか変わってないかということからすると、ほとんど変わってないところいっぱいありますよ。7割から言い過ぎかな、もうそれぐらいはね、まあもう潰れればもう思うような公民館も正直言って役に立たないなっていう公民館もあると同時に、今日紹介されているようなところだとか、先ほど牧野さんが言われたような公民館も確実に出てきてて、今日質問の中でね、これは高松市の方なんですけど、高松市には公民館ありませんと、中央公民館とみなされる学び館が市の認める公民館ですと、その他各地区に一つずつコミュニティセンターがあって、私はその中の一つの館の館長ですと。つまりコミュニティセンターなんですよね。でコミュニティセンターですから社会教育指示は廃止されないし、指定管理で地元地域における職員の下でボランティア団体が運営していると。結局こうなるとね、大体社会教育って廃れてしまうんだけど、この人すごいのは、私個人は公民館時代よりこのセンターにいますので主任にも資格を取らせて、社会教育と公民館の本来の目的、住民自治のサポートを行っていますと。やっぱりね、その人間のやる気っていうか問題意識があれば、コミセンになったからダメよねじゃなくて、なっても意地でもやるっていう人たちがどういるかっていうことがおそらく問題だろうと思うし、若狭公民館の彼らにしてみても、別に家に自分の子にいて文句言われるわけじゃないんだけど、なんとかしないといけないと思ってああいう形で出ていくとか、でさっきの増田なんかの場合もそうだけれども、自分の町なんとかしなきゃいけないという、ほとんどこう動いてるとか地方の公民館で、今回公民館協会が潰れた大阪とかなんとか見てもそうだけど、都市型は全然ダメになっちゃってるっていう感じは私はしますよね。で最後一つだけ、この人の不安がですね、ただ自分の不安さに後に続く世代がいるかどうかっていうね、つまりそこ今は自分が維持してるけど、次の世代がいなかったらきっとここはコミセンも社会教育の意識がまるでなくなるっていう形になる。だから問題は、今日池上さんも言われたけれども、館どう作ったかの話じゃなくて、そこでどういう活動がされているか、運動がされているかという、ここのところからすると、やっとここに来てそういう運動が各地に出てきたな、そんな感じがしますね。まあどう
ね、つないでいくか、それは先ほどの増田氏の語り場のような活動も一つの方策ではないかと思います。で、私は生きるっていうことは居場所を作ることだと思っているんですね。で、地域の中で自分の心地よい居場所、まあ、それが公民館であったりすると、もう本当に公民館と関わり合うことが自分自身を表現することになって、それが喜びにも楽しみにもつながるのではないかと思います。広島県の大竹市久場公民館に行った時に、ここは年間予算が10万円しか当時はなかったそうですが、まあ、職員が一人で、でも本当に活発にいろいろな活動をしているんですね。で、私が行った時にも地域の皆様がボランティアで関わって、ようこそいらっしゃいましたって大歓迎してくださいました。庭で採れたものでジャムを作ってくださったり、パンを焼くのが得意な方はパンを作ってくださったり、あとスチールカメラで写真を撮ってくださったり、で、これにはここは皆さんボランティアでやってくださってるんですが、久場公民館で自分が自分の居場所がそこにできて、みんなに喜ばれて、ありがとう、助かりますって言ってもらえることが生きがいにつながる、だから公民館に行くのが楽しいって皆さんが一様におっしゃっていました。そういう地域の中での自分の居場所を公民館に見つけることができると、公民館活動もどんどん広がっていくのではないかなと思います。で、そんな地域での取り組みを先ほどの3カ所また詳しく伺っていこうと思います。それでは再び、札幌信用高校の皆さん、こんにちは。こんにちは。札幌信用高校の魅力と、今花瓶さんが行っている地域活動についてちょっとお話しください。はい、私たちはこの信用高校はまず本気で挑戦する人の母校ということをスローガンに掲げていて、そのためにいろいろな活動をしています。で、またその信用と地域のつながりという点では、ボランティア活動をより多く参加しています。で、そのボランティア活動というのも、さまざまな地域の方を学校に呼んで信用カフェというものを開き、一緒にカレー作りを行ったり、1年生の体育の授業としてよさこいに参加し、そのよさこいを次はそのお祭りなどで披露し、それで地域の人とのつながりを持ったりしています。今お話の中に出てきた豊さんっていうのは、新井豊先生、学校長なんだそうです。で、学校長が最初のご挨拶の時に、僕のことは豊さんと呼んでくださいとおっしゃって、生徒さんたちも豊さんと呼んでいます。じゃあ、男子学生の方、どんな地域活動をしているか教えてください。お名前は何とおっしゃいますか。石井博です。以前北海道でイブに通る地震っていう大きな、災害があったんですけど、その際にうちの女子硬式野球部が、札幌駅という大きな駅の前にで、募金活動を行いまして、で、その集まったお金を震災で被災された方々へ寄付するという、そういう活動を行っています。そういう活動を通して、地元の大人の人たち、お年寄りの皆さんと顔見知りになることっていうのはありますか。はい、その一つの活動を通して地域で会った時とかに顔を覚えてくださったりとかっていうのがあります。石井さんはちなみになぜこの信用高校に行こうと思ったんですか。学校のオープンスクール始まりでおそこいの演舞があって、その瞬間に心をつかまれて、で、そこから一つ一つ信用ってどんなことを調べていくと、いろいろと面白い活動がたくさんあって、それがすごい決め手でした。では他の方で信用高校に入って地域活動どんなことをしているか教えてください。はい、隣の方どうぞ。加藤萌です。加藤さん、さっき軍事カリンさんが話してくれた活動の他にも、地元のお祭りの運営側として
お手伝いをさせていただいたりとか、その自分の地元以外にも一泊二日でニセコに行って、その運営側としてお祭りのお手伝いをして、あとよさこいも演舞してっていう地域の貢献もしてます。加藤さんは札幌ご出身なんですか？はい、そうです。加藤さんの周りに北海道以外から新陽高校に通っている人もいるんでしょうか？私がそうです。はい、どちらから通ってるんですか？福島にいました。その新陽高校に通おうと思ったきっかけは何かありますか？新陽高校は東日本大震災の時にそのいろいろ活動を行ってきたのも知ってて、でそういうのを通してまず学校長その豊さんがすごいなって感じたこととか、課外活動もすごい多くて、でそれと別に英語でそのオールイングリッシュでいろんな国とか場所から集まった人たちと会話をして、でそのいろんなことを一緒に考えていこうっていうプログラムに参加したんですけど、そういうプログラムとか、まあ、それだけに関わらずすごいいっぱい募集していて、他の学校ではできない経験値だとか体験だとかすごくできるなと思ってこの学校にしました。はい、本当に生きる力を身につけることができる学校なのかなという印象を持ちました。この新陽高校って私立で札幌にあるので、昔は公立の滑り止めみたいに言われてたんですよね。その学校が、変な言い方でしたか、ね、でも今は本当に行きたい子が集まってきてっていう時に、やっぱりそういう社会教育だとか地域出ていくだとかいろんなことやっていくと、今の若い子たちはそれに関心を持ってこう集まってくる学校になるっていう、僕はすごくね、学校の改革というよりは教育の質を変えていくっていうのに、社会教育との関係とか地域との関係とかっていうのを活用するっていうのは学校としてはうまい戦略だなと。私立の学校って昔はね、甲子園出るとか進学率上げるとかそれで人気取ろうとしたのが、実はそうじゃない政策がこう生きてるっていうのはすごく大きいなと思いました。今学校教育の中でも皆さんのように本当に地域でいろいろなことを学んで、なんて言うんでしょう、地域の人と関わったりする中で気がつくところもたくさんあると思うんですよね。でそこで気がついたことっていうのがまた高校の中でもこういうことを勉強したいっていうことに返ってくることもあるし、将来自分こういうふうな仕事したいとかこういう活動したいとかっていうふうに本当にずっと一緒につながっていくような勉強もできるんじゃないかなというふうに思うんですけど、皆さんこの高校で学んだ中で自分がこう一番変わったなとか、こういうところですごく印象的な経験をしたななんてこと何かあれば教えていただけますか？自分がこの高校に来てまだ入学して半年ぐらいしか経ってないんですけど、一番成長できたと思うのはその人間力っていう人間性に関してとても成長したなと思います。例えば周りへの気遣いや人とのコミュニケーションのやり方だったり、いろんな人との関わり方っていうのがすごいここに来て学べたなと思いました。この高校に入ってすごく変わったっていうのはどんなところ？人との関わり方が積極的に話しかけることができるようになったり、相手の話をちゃんと聞いてそれプラス自分の考えも織り混ぜて意見を出し合ったりとかをできるようになったので、はい、じゃあ牧野さんどうぞ。どうもありがとうございます。豊さんにいろいろお世話になっているものです。言ってください、分かると思います。で、一つだけ皆さんが、日常 その授業の中でやっていることをちょっと紹介してほしいなと思うんですね。例えばタブレットを皆さん持ってらっしゃって結構街に出かけていっていろんなことを調べたりしてくるんではないかなと思うんですが、一体どんなことをやっているのか少し紹介してもらえませんでしょうか？現代社会の授業で地方創生アイデアコンテストのリーソスというものに参加しました。それはどんな活動？さまざまな北海道以外のいろんなさまざまな地域のことについてグループごとに調べて、そこの地域をどれだけ元気にできるか、地域を活性化できるかということを私たちが考えて、それをアイデアとしてまとめて発表する
というものです。その地域を元気にするためにどんなことを考えたんですか？その地域も少子高齢化というのが問題になっていて、そのためにその地域を活性化させる、その子どもたちを増やすなどといった点はどのようにしたらいいのかなどを考えながら話を進めていきました。どのようにしたらいいと思う？まずその地域の魅力を何か一つ作るということを考えました。例えばどんな魅力？私の班はその少子高齢化ももちろん進んでて、すごい私たちが選んだまず町は自分も聞いたことのないような町を選んだんですよ、あえて。行ったことがない。私は西興部村っていう北海道の村を調べたんですけど、自分たちもその漢字が読めないぐらいの知識から始まって、でもその地域って実際調べてみたら、魅力をまず魅力をみんなに知ってもらったら、少しでもまず町を知ってもらえるきっかけになるし、少子高齢化だとか人数が少ないとか、そういうのが解決できるんじゃないかと思って調べて、実際に調べたら興部村はすごい自然が豊かっていうのがまずすごい特徴なんですよ。で、この村は2つ日本地があって、1つがその木の玉をすごいいっぱいやったプールがあるんですよ。で、その木の玉の数が日本一だっていう、なんかすごい木のアスレチックみたいなのがあって、で、それもすごいその地域の魅力だなって思って、あともう一つが、その地域はその村、小さい村なんですけど、村全体でその Wi-Fi だとか、そういう通信環境が、山だから Wi-Fi 悪いとか、そういう思う人もいると思うんですけど、そういうのがないよっていうのがすごい売りな村で、そういういいところがありました。 Wi-Fi がないというのが売りなんだ。 Wi-Fi あります。村、ちっちゃい村とかって通信環境が悪いだとか、山奥とか、すごい電波悪いとか、そういうイメージだと思うんですけど、その村は村全体で Wi-Fi が通ってるんですよ。使えるんですね。はい。でそれが山だから電波が悪いから嫌だとか、そういうそのことがなくて、それがその村の魅力です。はい、ありがとうございます。高校生の目線で、ね、村のいいところを見つけてくれて、村の人もきっと喜んでいると思います。これからもそういった自分たちの特色を生かして、地域の活性化に力を注いでいってください。そして公民館にもできればちょっと遊びに来て、そういう皆さんの意見や感想を聞かせてください。はい、札幌新陽高校の皆さん、ありがとうございました。奈良さんね、はい、今の演説を見ながらね、これ公民館大会なんですよね。これ高校生がこう喋ってるって、おそらく歴史的なことで、公民館大会ってのはおいさんおばさんの大会みたいな。いや、僕ね、今見ながら、先ほど意見されたけど、障害学習って一つの絵だよねっていうのはまさにそのことでね、この公民館は高校生が来ないとか言うけど、彼らからするとそんな人権なことには活動に参加できないねと思ってるけど、やりたいことはあるわけ で、こちらがやりたいことは合ってるわけでね。ただ一つだけ言っておくと、この北海道でこういう高校生が動き始めてるのは、公民館の協会がそういう積極的に大会だとかそれがあった時に高校に呼びかけていくんですよね。そうすると高校も受け答えする。実はこっち側から働かけしないと向こうは動かないっていう部分は、ぜひ学校もなかなか大変なんですね。そういうところも含めた両方のこう関係が大事なんじゃないかなと思いますね。そうですね、先日開かれた北海道の大会でも名寄市で行われたのですが、名寄市の高校生が来てくださいました。名寄産業高校と名寄高校でしたか、2校から高校生が、事業の一環として大会に参加してくださって、高校生の立場での意見も述べてくださいましたので、こちらから働きかけるっていうことも一つ大事なのではないかなと思いますね。さあ次は、
島根県です。益田市教育委員会社会教育課課長の大畑信行さん。大畑さん。お待たせしました。具体的にどんな活動をしているのかっていうことと、あと参加してくださっている方たちの声も聞かせていただけると助かります。はい。マスターでは一つ公民館がですね、もっともっと可能性があるなと思ってまして、一つはですね、学校の余裕教室を、中高生と地域の方で1年かけてリノベーションしました。そして、はい、そこにこんなふうにいろんな方がね集まるような、お披露目会もできました。そしてそこで、休みの日にこんな、これはね、地元に住んでおられるインドネシアの方と一緒にインドネシア料理をいろんな世代が一緒になってやる、そんな学校、小学校、公民館にしていこう、そんな、豊川地区では取り組みをしています。学校の空き教室で活動をされてるんですね、はい、どんな方が参加なさるんですか？そうですね、子どもたちが普段使う学校に、中学生も高校生も高齢者までいろんな機会が詰まって学校がもう公民館になっているようなそんな状態になっています。他にはどんな活動をしているんですか？その語り場ですが、1回2時間対話の場を設けたっていうふうに伺ってますが、どんなふうに対話をしていくんですか？ですね、これなかなか公民館に、中学生とか高校生はなかなか足が運ぶことがありません。そこで地域の、元気な大人たちと、出会わせたい、そして地域でいろんな思いを持って生きている方たちのと対話をしたいと思いました。それが語り場で、中学校、高校などでですね、小学校もですけど、地域の大人が入ってきて子どもたちと対話するのを、やってます。でそこで出会った人たちが今度は地域の中で子どもたちと一緒に公民館がハブとなって活動を今たくさん出てます。そんな中高生の活動がたくさん今生まれてます。はい、例えばどんな活動ですか？市内のですね、中学生が学校の授業で地域の自治体って一体どんなことしてるんだろうかっていう学習をしました。そしたら公民館がの次がですね、そのつなぎをしたんですけど、じゃあ夏休みになったら中学生、自治会長のところに行って、その自治会でどんなことを手伝えるかな、またはどんな企画ができるかなということを公民館に仕掛けて、夏休み、中学1年生が自分の住んでいる自治会に行って、いろんな活動を、企画したり、運営したりしました。その時の主事がいますので、ちょっと話を聞いてみます。こんにちは。吉田公民館の宮坂と言います。中学生が夏休みにそれと自治会でいろんなボランティア活動を自分たちで考えてやってくれました。例えば海に行って地域の皆さんと一緒に海岸の清掃をしたり、あとはゴミステーションの使い方が気になるので正しいゴミステーションになってほしいという思いでポスターを書いてくれたり、あとは自治会で夏にお泊まり会をしたりしていたんですが、今なくなっているのでそれで中学生の力で復活したり、そんな活動をしています。今左上に原稿があるんですか？いや、ね、スクリーンを見てます。スクリーン見てるんだと思いました。カンペ読んでるわけじゃないと思いますか？大きな画面、私たち見てくれてる。大畑さんの顔がね、怪しいからね。怪しい。 いや、大畑さん、私何回か打ち合わせをしたいと思ってメールを差し上げたのに全然メールが返ってこなかったからすごく心配してました。はい。でもいろいろと準備してくださってたんですね。はい。まあでもそうやって空き教室を
公民館のようにして、まあ、学校と公民館が一体化したような活動を繰り広げているわけですね。はい、それも一つこれから松田市の中で、小学校を地域の公民館化していきたいなっていうのを今やってます。でもう一個は、授業の中でやったことの発展を公民館の力でどん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 特に中学生、高校生、若者たちを地域の中に飛び出すような、仕掛けを今いっぱいやって生まれてます。もう一箇所のところではですね、地域の保育園と、小学校と中学校が長年にわたって、川での活動をしてます。でちょっと見えにくい面白かった頑張れよかったすいませんで、この子がですね、長年やってますから、今度は愛を食ってるお兄ちゃんに憧れてた子が今度は小学校になって愛をつかめるようになりました。そして愛を食って羨ましがられたお兄ちゃんが今度は、地域のお祭りの主役になりました。こんな、世代をつなげるっていうことをずっと長年公民館が保育園、小学校、中学校をつなげながら最終的には地域で活動する若者づくりまで、つなげているっていう事例も生まれています。大畑さん、はい、お仕事楽しそうですね。そうやって地域社会がどんどん元気になっていく様子を実感なさってるのではないですか。はい、ちょうどその、世代をつないでやった、主人がいますのでちょっと、はい、はい、こんにちは。こんにちは、松田川です。はい、はい、私たちの地域では高津川という清流を舞台に保育園の年長さん と、小学生4年生と中学生3年生、そして養護学校の生徒が一緒になって川の活動を繰り広げています。その中では地域の大人たちもしっかり巻き込んで入ってもらって、川の文化であるとか、今まで自分たちがこうやって遊んできたんだというようなものを伝えていただきながら毎年9月に開催しています。そこで成長した子どもたちが、次はお世話をされる側であったものがお世話をする側になってそれぞれの立場で成長していく姿を地域で私たちは見ているところです。その語尾が見ているところですっていうのが AKB のようでとても幼稚園、小学生、中学生、養護学校の学生、そして地域の方と一緒になってそういった活動ができるようになるには大変なことも多かったのではないですか。そうですね、川ですのでとても危険が伴いますので、特にはみんなで十分注意して行っていますが、実は川の事故が昔あって、川子たちが離れているといった時代もありました。それではとてももったいないと言って本当に今60代70代のまさに川で育った世代が声を出して自分たちも関わりながら子どもたちを川で育てていこう、川で育った子は川に戻ってくると言って取り組みを進めています。名言がいろいろ出てきますね。でもそうやって世代間のつながりを持てたら、今度面倒を見てくれた子どもたちが面倒を見る立場になっていく、育っていくということですね。まあ、そういったバトンタッチができると公民館の活動というのもずっと持続可能になるのではないかと思いますが、吉田さんどうですか。やっぱりこれ見られても分かりますように若いですよね、みんなね、その公民館の活動になっている。いやいや、大畑さん別よ。で、やっぱりね、こういう地域で公民館を担っている方、向こうの中に大畑さんとかの年寄りがいると思うんですけど、
その若手がこう中心になって動いているところっていうのはいろいろよく見るとやっぱりその地域にこういう方々はもう住んでるわけだし、やっぱりよく言われるところの少子高齢化でっていうこととは違う方向に行くためにはこういう方々が市の町の中核になっていってるっていうですね、本当すごく大事なことだという気がしますよね。実はこの会場に市川千恵さんという方が市川さんは東京ご出身で、で I ターンをして今増田市で働いてらっしゃるんですよね。で今日は増田からこの会場に来てくださったんです。向こうにいてもよかったのにわざわざ来てくださったんですよ。なぜ増田で仕事をしたいと思ったんですか？私は、小学校の中で、席をいただいて社会教育コーディネーターというお仕事をしているんですが、教育を通じて地域コミュニティを作っていきたいなと思っていて、そういうお仕事があまり東京にはなくて、その時に増田市に出会って、で社会教育コーディネーターという職業で学校の中に席を置いてやれるよというお話だったので、じゃあぜひということで増田市に来ました、はい、行ってみてどうですか？大畑さんもいらっしゃいます。楽しくお仕事させていただいてます。学校の市川さんはこっち辞めたんですよね、うん、こっちで一回就職されてますよね。はい。なんで辞めたの？なんで辞めたか東京で就職したのにそれを辞めて増田にいらしたんですね。東京で働いてた時は学校を通じて教育を通じてコミュニティを作るっていうことがなかなかお仕事としてないなと思っていて、で東京では私はカフェを通じてコミュニティ型社会を作るっていう理念の会社に入って働いていました。なんですけどなんかやっぱり東京だと町の規模も大きくてカフェ業態というツールでこうコミュニティを作っていくのにも限界を感じましたし、私自身の生活と仕事を切り離して生活しているのが嫌だなと思って、もうちょっと暮らしと自分の仕事と一体化させてやっていきたいなと思って、それを考えた時に今はもう東京はやめて増田市に一回行ってみようかなと思いました。はい。で増田市でお仕事してみてよかったなって思うところはどんなところですか？それはもう日々毎日楽しいなと思っているところに尽きるんですけど、やっぱり子どもたちに日々触れる中で子どもたちが面白いなっていうことももちろんありますし、私は今社会教育コーディネーターになって初めて社会教育というものを学ばせていただいているんですけど、本当にみんなで作っていくものが社会教育なんだなっていうふうに感じていて、それを地域の皆さんから教えてもらうことが実感を伴って教えてもらっているなというふうに思っていて、それを生でお仕事としてしかも体験させていただいているっていうのがすごく増田に来てよかったなって思ってます。お父さんお母さん反対しなかったの？反対しなかったです。なんで？実は私は学生の時に島根県の隠岐の海士町の方に行って就論を書かせていただいていたので、まあ島ではなく本土ですし、でまだいいっていう岩見空港があるしね、すぐそばにね。はい、すぐ帰れるので。いつも、まあ、大畑さん本当ににこやかですがあんな感じなんですか？はい、いつもあんな感じです。呆れてる。いやでも本当によく今日この会場にね申し込んで来てくださったなって感激しました。ありがとうございました。市川千恵さんにお話を伺いました。大畑さん、はい、素晴らしいですね。はい、はい、これからの目標とか夢はありますか？今、増田の子どもたちが、たくさんの魅力的な増田の大人たちがと、公民館を作って出会って活動を始めました。で、その子たち、将来、増田に帰ってきて、今度は担い手になってもらいたいなと思ってます。今、30%
60% の子どもしか帰ってきてません、はい、それが 50%、60% になって帰ってきた子が全員地域の中に必要とされるような経験を持っていますので、ぜひ今度は担い手になって次のマスターの地域づくりにしっかり公民館と一緒になってやってもらいたいな、そんな子どもたちがたくさん出てくることを目指しています。はい、もう大畑さんのその魅力的な笑顔で増田に笑顔の輪を広げていっていただきたいと思います。今日はありがとうございました。ああ、とっても気持ちがこう弾んでくる。でもあのタイプ通常見たら怪しいですよ。あの髪の毛といいですね、これみんなあのあ公民館の人だなと思ってるから見てますけど、そうです、ね、結構怪しいタイプです。まあ、このノリが良かったですね、これがね、はい、では沖縄県の那覇市の、パーラー公民館宮城さんを呼んでみましょう。宮城さん。はい、お待たせしました。はい、今増田市の皆さんにお話を伺ったんですが、あ、イエーイ、お子さんも来てますね。そうですね、もう学校、放課後の時間だったので子どもたちもだいぶ来ました。はい、子どもたち、お子さんたちにも話を聞くことはできますか。はい、大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。パーラー公民館って楽しいかなって聞いてもらえます。楽しい、はい、楽しいです。そっか、どんなところが楽しいですか。ケーキとか食べられる。そうだ、いろいろ差し入れも多いので。差し入れがあるんですか。それは地元の皆さんが差し入れてくださるんですか。そうですね、あのこちらお集まりの皆さんがいろいろ持ってきていただいて、はい、今の坊やは何年生ですか。2年生先生ですか。他にはどんな方たちがいらっしゃいますか。地域の方、そのピンク色のセーターを着てらっしゃる女性の方、お帽子かぶってらっしゃる方、あなたです、後ろの方。パーラー公民館魅力はどんなところですか。とてもね、魅力的ですね。もう生きがいを求める場所になっています。この子どもたちと、それから大人、おばあちゃんたち、おじいちゃんたちとね、コミュニケーションができる居場所づくりです、こちらは。コミュニケーション、はい、とってもね、楽しいです。ちなみにですね、あの今お答えしていた方がですね、パラ公民館の館長、上原一子館長です。ちなみに私はパラ公民館の用務員っていう立場でした。あ、パーラー公民館の館長さんがいらっしゃるわけですね。はい、そうです。すみません、あの、ごとく聞いちゃいけないのかもしれませんが、おいくつですか。館長、はい、83歳になってます。これだけ、あけぼの館長会のスタッフが、卓球ゆんたく会をしてます。ゆんたくっていうのはおしゃべり会、井戸端会で、おしゃべりをしながら、あのさっき子供さんが言ってたようにケーキがあったりお菓子があったり、今日は私はあのレモン水を作って差し入れしました。とってもね、楽しい雰囲気でこの会場、あの宮城館長のおかげでね、私宮城用務員ね、用務員若狭公民館の館長の、結局伊東公民館、パーラー公民館になっています。遠いので若狭公民館まで私たち老人行けないので、こういったね、公園で、ミニ公園で公民館に、その、はい、あけぼの公園で楽しくやっております。あの本当に世代を超えて人の輪がどんどん広がってるんですね。はい、
さまざまな団体と協力し合っていろいろなイベントをしていると伺いましたが。そうですね、今日お越しの方、例えば社協の方であったり民生の方、包括支援センター子ども食堂をされている方、それとですね、あの若狭公民館の1階に若狭図書館というのがありまして、那覇市の場合は公民館と図書館が併設されております。つまり公民館がない地域ということでは、あのなので、図書館もないんですね、なのでこのパーラ公民館を同図書館として図書館の館長が一箱本をセレクトして持ってきていただいて、それで子どもたちに読み聞かせをしたりですね、そういったあの子どもたちが自由に本絵本を読んだりできるようなそういう場も作っております。天気が悪い場合はどうするんですか？天気が悪い場合はですね、近くの明けぼの小学校の玄関前のビロヒをお借りしてですね、そこで活動させていただいてます。先ほど校長先生もいらっしゃいます。はい、ぜひ校長先生にもお話を伺わせていただきましょう。こんにちは。こんにちは。あけぼの小学校の校長先生でいらっしゃいますね。はい、そうですね。はい、このパーラー公民館、校長先生はどんな風に感じていらっしゃいますか？あけぼの小学校区はですね、埋め立て地でまだ新しい地域のものですから、地域の自治会等ができていなくてですね、子どもたちの居場所もなかなかなかったんですけども、若狭公民館の方からパーラー公民館を開くということで、子どもたちの居場所もできますし、また老人会の皆さんとまた触れ合うこともできますし、学校としてはすごい地域が活性化してですね、よかったなと思っています。雨の日は明けぼの小学校の中でパーラー公民館を開くということですが、この パラソルとかも一応あの小学校の方に あったりしてですね、あの雨の日はもう玄関前を借りてですね、開いている状態です。お子さんたちの反応はいかがですか？この前もですね、ちょこっとハロウィンというのをやりまして、ハロウィンやったんだ。楽しかった。みんなですね、とってもあの地域で活動できてですね、あの地域の活性化につながってるなっていうふうに感じます。はい、ありがとうございます。宮城さん、あの今ハロウィンで皆さんで仮装パーティー、仮装行列ですか、したそうですけれども、はい、他にどんな企画をしてるんですか、パーラー公民館？そうですね、あの地域の高齢者、そして子どもたちが一緒に、先ほど校長先生からあったようにこの辺り埋め立て地なので、埋め立てする前の地域、そして、埋め立ててできた町っていうこの境界線を子どもたちと高齢者が一緒に歩きながら、昔の話ですね、地域の来歴を話し合いながら今の町を見て帰ってきて、5メートルぐらいの大きな布にですね、未来の地図、町の絵ですねを描くというような、そういうワークショップをしたり、あけぼのの歌を作ろうということで、テーブルが黒板になっているので、この黒板を活用してですね、そこに思いの言葉を、あけぼのに関する言葉をつなげて、そして五線譜を書いて、その五線譜に石ころや葉っぱを置いてって、これで音階ができますので、それであけぼのの歌を作るというような、そういうワークショップをしたり、いろいろ仕掛けています。で、最近やっているものとしてはこういうジン作りっていうのをやってまして、ジン作りのジンはあのマガジンのジンです。マガではないジン、つまり、手作りの小冊子、自分たちのプライベートな、個人的な、趣味や、その視点で作ったそういったジンを作る。例えば明け物はどんな街だろうとか、好きなこと、子どもたちが部活動の紹介する陣を作って、でそういったものを作って、この地域の方って実は地域のことをよく知らなかったり、いろんな機関が、いろんな団体がさまざまな活動をしてるんですけど、それがよく見えていなかったりするというものを、こう自分たちが発信できるこう情報、ツールを作ってですね、それを、このパラ公民館で、収集しながら発信していく情報ハブというか情報センター的な機能をもとということで今年度は取り組んでいまして、
人気オスクというものを作ってですね、はい、皆さんに見ていただいたりするようなそういう取り組みなどもしています。はい、公民館というと建物がないと活動ができないのではないかと思っていましたが、そんなことはなくてパラソルとテーブルがあれば活動はできるんですね。そうですね、公民館の黎明期の話でよく青空公民館というお話を耳にします。つまり公民館という理念であったり目的、どういう機能を持たせるかということを考えたときに、箱にとらわれる必要がない、先ほど天気が悪いときは学校のピロティを使っているというお話をしたんですけど、確かに不便ではあるんですけれども箱がなければできないということではないと思っていますので、できる限りのことを自分たちで手作りで作っていく、それを私たちだけが作るんではなくて地域の皆さんと一緒に作っていく、これがやはり先ほどからのお話であるような自分たちで自分たちの場を獲得していく自治機能をどういうふうに運んでいくかということにもつながっていくのかなと思っていて、それをみんなで楽しみながら協力し合いながらですね作っているというようなそういう取り組みです。はい、もう集まっていらっしゃる皆様方の表情が生き生きとしている、もうお子さんもケーキが大好きって言ってくださったし、本当に皆さんのエネルギッシュな感じが伝わってきます。はい、どうもありがとうございました。宮城純さんに伝えていただきました。残念ながら池上さんは次のお仕事の都合でここでさよならなんですが、最後に一言何かありましたらお願いします。 すいません、ちょっと出なきゃいけなくなっちゃったんですけれども、今本当にいろいろこう見せていただいてですね、さっき村松さんがちょっとおっしゃってましたけれども、公民館という建物がなくたってできるんだなという、なんかこう公民館は先ほどこうそもそもサービスなのかとか、そこでサービスを提供するのかっていろいろ話がありました。でもこれ一つの解決策なんか気がするんですね。公民館って建物があってどうぞ来てください、いろんなサービスを提供します、もちろんこれもあってもいいんですけど、そうじゃなくてこっちから出ていく、建物から出ていく、あるいは建物がなかったらそこに作っちゃうという形の新しい活動っていうのはがあって、それがまたさまざまなこういわゆる民主主義のインフラ作りにつながっていくのかなと思いますよね。ああいう形でこうパラソルの下で話をしているうちに、そういえば最近の沖縄の問題はどうなんだろうかっていうんで、ここでまたいろんな議論ができるのかもしれない、あるいは増田のようにですね、あれだけ非常に元気なね、こう一見怪しいのかもしれないけど、怪しいなんて吉田さんに言われたくないなって気もするんですけども、そういうこう元気な人が核になっているとこうまた魅力的な人が集まってくる、あるいは札幌でもこの校長先生がこう頑張るとやっぱり子どもたちの目が輝いてくるという、そういうそれぞれのこう拠点がある、つまり公民館という建物じゃなくて公民館活動をしている一人一人たちが一人一人が生きている公民館として、そしてその人たちがそこにいれば思いがあればそこに公民館ができていくんだなって、そういうのがまさに公民館活動だなというふうに思いました。大変こう学びも多かったし感動をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後に一言ずつお願いします。塩見さんから。今日実は資料の中に入れていただいているんですけれど、中教審で今社会教育の今後 その振興方策の議論をしていただいていまして、牧野先生も院でお入りいただいているんですが、で今回 この中教審の議論の中でも打ち出そうとしているのが開かれつながる社会教育へという考え方でありまして、社会教育が本当にその役割を果たすためにはこれから の時代に向けてですね、今までのまさに枠を殻を破っていろいろな関係者、これまでお付き合いの必ずしもなかったような関係者も含めていろんな関係者とつながって開かれたものになっていかなければいけないという考え方なんですが、まさに今日ご紹介いただいた3つ の地区 の皆様の取り組みというのはまさにその開かれつながる活動をされていらっしゃる、実践されている本当に端的な例だと思いますし、まさに
なんて言うんでしょう、これからの地域とかあの考えるとか難しいことを言う前に、住民の方々そのものがですね、実はあの地域のことにもっと関わりたいとか、自分たちももっと例えば子どもたちであるとかお年寄りであるとか困りごとを抱えている人たちのために自分たちも何か力を貸したいし、何よりそこで活動していろんな人とつながっていくことが楽しいっていうふうな実感を持っておられる。もしかしたらあの皆さん、地域の皆さんはあのこの公民館の皆さん のリーダーシップのもとでですね、巻き込まれるのを、ま、あの待っておられるかもしれないなということを非常に強く感じたところです。あのそうやって地域の力を強めていくっていうこともそうですし、一人一人があの本当に楽しくあの生きていけるあの子どもたちもお年寄りの皆様もすごく明るい笑顔が印象的だったんですが、まあ、そういう地域を作っていくために社会教育公民館できることたくさん本当にあると思いましたし、あの本当アイデア次第でいろんなことができるということを実感として学びました。あのそれからあのすみません、いただいているご質問の中にもあのあったこととして1点だけあのご説明したいところがありますが、あの実はあのこのお配りしている中教審の今の議論の最中 あの中にも入っていますが、社会教育施設の所管の在り方についてどうするかという議論、これもあの中教審の中で合わせてしていただいています。でそこであの例えば公民館であるとか博物館といった社会教育施設 あの所管が今教育委員会ですけれども、それがあの首長にあの移すということになるんじゃないかということに関しての、まあ、いろいろあのご質問もいただいているんですが、今あの議論しておりますのはですね、あの所管そのも あの所管全体をその首長に教育委員会から丸ごと移すということではなくてですね、むしろあの開かれつながる社会教育ということをさっき申し上げましたけれど、まあ、これからのあの地域の行政の中で例えば首長がこの社会教育施設というものをもっとその首長部局の行政とも連携させながら、まちづくりであるとか例えば観光振興も含めてなんですが、そういうものにも活用するためにあのどうしても社会教育施設を自分が所管したいというふうなあの思いがあって、それを自治体としてじゃあそうしようということのお認めになる、そういう特例の場合にはそういうことも可能にしようという考え方であります。あの社会教育そのものについては教育委員会で所管するということが引き続きあのやるべきであろうし、またその社会教育施設の所管そのものもあの原則としては当然社会教育委員会なんですが、まあそういう特例的にそういうことを希望される自治体においてはそういうことも可能にしていこうではないか、ただその際もあの完全に手放しで首長さんに移すということではなくて、やはりあの社会教育の特質というものを踏まえて教育委員会がしっかりと関与しなければならない部分、これについては担保措置を設けてその部分がおろそかにならないようにというふうな制度的な配慮をしようという考え方であります。からあの首長部局に仮に移ったとしても決して それが社会教育施設でなくなるわけではありません。それはあくまで社会教育のための施設ですので、これまで同様にというかそれこれまで以上にですね、社会教育施設としてしっかり機能を果たせるように人材の面でありますとか、あるいはさまざまなその住民の意見をしっかり吸い上げて運営していくというふうな面について配慮していただかなければならないというふうな議論をしているところでございます。ということで、あの本日は本当にたくさんの学びをいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。牧野さんお願いします。あ、はい、どうもありがとうございます。あのすみません、3つあのお話をしたいなと思っています。3つですか。はい、簡単に言います。です先ほどあの、増田の方からですね、川で育った子どもは川に帰ってくるという話がありましたけれども、実はこれ私たちのあるところとの共同研究あのアンケート調査なんですけれどもで分かってきていますのが、中学校を卒業するまでに地域の大人から深く関わってもらった子どもたちは実は40超えたぐらいから地域のために一肌脱ごうとする傾向が強いことが分かっています。それから出ていった子どもたちは地域のことをよく分かっていて、自分のふるさとをちゃんと持っている子どもはふるさとに貢献したいと思う気持ちが強くなることが分かってきています。でその意味では公民館で子どもに関わることの大切さというのはそういうところにもあるんだろうなと思うんですね。出ていってしまうで、簡単に言えばこれ私たちよく言うんですけども、過去の学校教育がつけてきた学力というのはふるさとを捨てる学力というふうに言われたりします。これ私たちが典型です。吉田さんもそうですね。詰め込まれてですね、で競争してより良い大学、より良い企業、より良いどうのこうので、定年まで積み上げてそこで、まあ、ある意味で余生を送るみたいな議論になる。で地元を失ってしまうんですね。で地元を失った都市民は実は何をするかというと行政に依存をするようになる。だけどもう今そういう社会じゃないはずですよね。
でその意味ではやはりちゃんとふるさとを作る学力というふうに言いますけれども、作って支える学力をきっちりやっぱり地域でつけていく。でそのために、まあ、今文科省の施策も地域学校共同活動ですとかフリーあの、コミュニティスクールっていう活動が出てきてる、あの施策が出てきてるんですが、でもう今東京に来なくたって先ほどの、市川さんもそうですけども、例えば海士町にいたって世界とつながることができてですね、世界を相手に切った張ったの貿易ができるわけですね、子どもたちでも、まあ、そういう時代になっていますから、その意味でやはりそのどれくらい地域が関われるかといったことが、実はその子どもたちがその地域を担うかどうかといったことと深く関わっているんではないかということが一つです。からもう一つはそこからですけども、実は今子どもたちの将来のあり方として学力問題が大きく取り上げられてきていてですね、しかも社会が分断されていく中で実は格差が広がっていて、貧困問題とはとても深く進行してしまっています。今日本は実は、OECD 諸国先進国グループの中で貧困問題は最悪レベルなんですね。特に子どもたちの貧困が非常に激しく、なっています。簡単に言えば、統計上の0歳から14歳という子どものレベルで、6人に1人が実は貧困家庭にいるということで、これは非常に厳しい状況なんですね。で当然これはお金を回さなければいけないんですけども、実は貧困家庭の子どもが学力が低いことが分かっています。でじゃあお金を回せば学力が上がるかというとそうでもない。どこに問題があるかというと、実は相互承認関係というお互いに認める関係があって、自己肯定感を強く持てる子どもたちは実は、親がどうであろうとも頑張ろうとする気持ちを強く持つことが分かってきています。でその意味では家庭の中で例えば、まあ、ご両親または、母子家庭の方が多いんですが、お母さんが貧困になってしまって、で自分がこんな風だからで子供にという形で自分も肯定的になれない、だから子供を肯定的に扱えなくなって家庭の中で虐待が起こったりですとか、子供を否定してしまうことが起こる。それで子供も肯定感が高まらないということがあるんですけれども、実は地域社会で誰かのどっかのおじさんがですね、僕大丈夫なんだからねって言ってくれる関係があるかどうか、でそうしたことが実はその子どもたちがこう頑張れるかどうか、で実はそれをまあちょっと難しい話で非認知能力っていうんですね、いわゆるペーパーテストで測れない力なんですが、そうしたものは実は例えば肯定感が高まる、でじゃあ自制心といいます、ちょっとゲームをまあ少し置いといて勉強しようと思うか、またはじゃあテストの点数が悪かってももう一回頑張ってみようと思えるかどうかっていうのは、実はそういう人間関係の中で作られてるんではないかということなんですね。でしかも最近実は私 の同僚の医者が言ってるんですけども、生活習慣がちゃんとついていない子どもたちは実は虫歯が多い、で虫歯が多いと何が起こるかっていうと、口腔ケアがうまくいかなくなって痛いのでちゃんと噛まなくなったりして胃腸を壊しやすくなる、そうすると体が気だるくなってしまって、で勉強しようと思わなくなってしまったりする、で実は虫歯の多い子どもたちは学力があんまり高くないんだよねっていうんですね。でそうしたことも全部含めていて、どこに問題があるかっていうと、実は子どもたちがちゃんと尊重される関係に入ってるかどうかが実はその子たちの将来を決めてるんではないかという議論も出始めてるんですね。でそうしたことと先ほどのふるさとをちゃんと持つことですとか、自分がここで大丈夫なんだと思えることっていうのはとても大事なんだろうと思うんですね。でそうしたことはやはりその、まあ地域社会で特に公民館ですとか社会教育の活動で、まあ、きっちりやっていくことがこれからの社会をちゃんと作っていくことにつながるんではないか、まあ、そういうことを思います。ですいません3つ目長くなりますけど3つ目なんですが、そこに今実は今文科省がこういう改革を進めようとしているんですけれども、実は各省庁が皆さんの立ってらっしゃる現場を何とかしようとしています。例えば総務省が地域運営組織というものを作って、住民の方々に地域を経営してもらいたいという形で組織を作ろうとしています。それから厚労省が地域包括ケアシステムという形で、実はあと20年経ちますと認知症を患う方が1000万を超えて総人口の1割を超えます。そういう社会が来ることでが予測されているので、厚労省もコミュニティを使いたいと思っているんですね。から国交省はここのところの、まあ、防災ですよね、いろんな災害が起こりますが地域防災を何とかしたいで、内閣官房というかの方はですね、あの町人仕事ですかねの方で小さな拠点作りというのをやっています。で実は昨日 K さんと話をしてたら、またびっくりしたのは経産省も実はコミュニティを何とかしたいと思い始めたっていうんですね。で実はどこもうまくいってないんです。
なぜかというと、実は上から下ろしてですね、個人単位で人を扱おうとするからなんですね。でうまくいってるのはどこかというと、先ほどの例えば増田なんかうまくいってるんです。なぜかというと、実は社会教育活動がしっかりしていて、公民館活動でみんながお互いにつながっている関係があるところだと、包括ケアなんて言わなくたってみんなで面倒見合おうという関係ができているんですね。で自分たちで地域を経営していこうという動きが出てくるんです。そういうことの中で、実は今あらゆる省庁がある意味では公民館がある現場を何とかしようとし始めている。でそこを持っていかれてしまうのか、ちょっと変な言い方しますけども、だけどそれはある意味では地域が壊れることになるかもしれない。そうじゃなくて、やっぱり皆さん自身が自分たちで町をお互いの関係の中でちゃんと経営していく。でそれも無理にやるんではなくって、自分たちの思いが実現していく町が出ていくよねっていう楽しさを覚えていくような形での町づくり、そうしたところに実は今公民館の重要性がこう捉え返されてきている。でいろんなその省庁のブレーンの方々と話をしていると、皆さん例外なく公民館と社会教育は大事だとおっしゃるんです。その意味では今新しくこう社会が作り変えられていく過程の中において、改めて社会教育や公民館の役割が問い返され始めている。それが実はここの今日のこのシンポジウムの大きなテーマでもあったということだと思います。その意味ではぜひとも皆さんの実践を教えていただいて、また全国で交流をしながらですね、こう新しい社会の基盤を作れればと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今牧野さんが言われたように、実は社会教育が大事だ。でそのことが分かっているにもかかわらず、例えば首長部局に移すっていうけど、この首長が社会教育分かってないと、もうその瞬間にアウトって。首長で社会教育分かってる人がほとんどいないっていうのは世間的常識なわけで、私は北海道の公民館協会で首長部会ができて、今どんどん増えていってますけど、皆さん初めは全然関心がなかったけど、やっぱり低コストで、みんなが支え合うような社会を作るには社会教育が大事だよねって分かってきた人がやっと出てくるみたいな話なんですね。で質問でこれが出てきてるんですが、これまで社会教育の実績を上げて歴史的に位置づけられてきた社会教育の名前を冠してきた社会教育課をなくすというのは全く納得できませんと、これ文科省の機構改革に対する反対されている方で、匿名にしてくださいとなってるから、なんかただ問題があるんでしょう。私この問題はね、おそらく、今言ったって塩見さんがね、分かりました、じゃあ社会教育課作りますわけにいかないから、もう一回なくなったからいいんだけど、やっぱり一番危険なのは社会教育課がなくなって地域学習課っていうですね、実は社会教育の一部門だけに限定されてしまうと、社会教育が何かっていうことが分からない首長がもっと増えるし、実は教育委員会で社会教育とは何か分かってない人が山ほどいるっていうですね、この中で今日の池上さんの話のように、実は社会教育というのはもともとそういう民主主義の包摂する、お互いに助け合う社会を作るために作ったんだというところの意味がぜひ理解されていただかないと困るなと思っております。以上です。全国公民館連合会が出しています月刊公民館に、こんにちはに心を込めてというエッセイを書かせていただいています。やはりこんにちはっていう挨拶に心を込めて笑顔で挨拶するところから、人と人との温かい出会いが始まると思います。今日は会場の皆様のご協力を得まして、プログラムを無事に終了することができました。これをもちましてプログラムを終了いたします。ご登壇してくださった皆様ありがとうございました。